おめでとうございます。ありがとうございます。非常にフロンターレらしさを出せたサッカーを見せれたんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。そうですね、本当今日はなんだろう、今シーズンの、ね、ベストに近いようなね、まあ、本当そういうゲームをしてくれたかなと思ってます。もう立ち上がりから気持ちが見えて前へ前へというところを見せてもらいました。これ今までとは今日何が違ったんでしょうか。まあ、やっぱり、まあ、気持ちの部分で、ね、片付けていいのかどうかわからないですけども、でもやっぱりスポーツなのでやっぱりそこが大きいと思っていて、その特にホームだっていうところでね、とにかく選手に自分たちらしいサッカー見せようというところで送り出して、まあ、その通りに、ね、やってくれたと思います。まあ、後半少し相手が人を変えていく形も変えたというところでも、一瞬こうリズムを持っていかれてもまたこう引き戻す強さも見せることができましたね。そうですね、まあ、本当は3点目を、ね、しっかり取りたかったですけども、ただまあいう時間で、ね、しっかりと向こうに行った時間帯から、ね、徐々に自分たち の守りで、持ってくるんではなくて、ね、攻撃で持ってきたというところは、ね、少しずつ成長しているかなと思います。小林選手90分フルで使いましたね。そうですね、まあ、やっぱ向こうの、ね、高さもありますし、最後セットプレーパスとかも、ね、そういうのもあったので、まあ、大勢も、ね、非常に、まあ、サイドでかなりハードワークしてくれていたので、まあ、できれば、ね、真ん中で使ってあげたかったんですけども、ただ、まあ、最後のところは、ね、そういう選択になりましたね。今日の勝利は今後につながっていきそうですね。そうですね、まあ、つなげなきゃいけないかなと思いますね。次節は本当に首位の、ね、神戸ですし、やっぱり、まあ、これに満足してたら、ね、とてもじゃないけどアウェーでは勝ち点取れないと思いますので、もう一回引きは引き締めたいと思います。